ぞようこそ。第47回アモンの星祭りにご参拝くださいました。本日の星祭り報酬に向けて海藻霊園が確保されました。ここで皆様に披露させていただきます。第47回アゴンの星祭り霊友、白銀に清められしアゴンの聖地、第一のブッダ、第二のブッダ降臨す、金色の大光明世界を延焼す、深海の神々仏界の諸仏、人力、霊力、通力、苦力を振るいたもう。ここに神仏了解結合の使徒集いきて、人類救済の聖火赤々と燃え上がる。今世界は霊障のカルマに覆われ、破滅の道を行く。アゴンの聖火は成仏法の宝火である。宝火を燃え上がらせ、人類のカルマを焼き尽くすのだ。人類の平和安穏を実現せねばならぬ。我が弟子たちを心一つにして破滅のカルマに立ち向かうのだ。自身の霊光に集中せよ。白銀の霊光を輝かすのだ。励めよ、励めよ、励むのだ。聖者への道を歩め、シュダオンへの道を進め。我弟子たちと共にあり。2020年2月9日海祖金剛聖友。ただいまご紹介いたしましたのは、本日の星祭りに向けて発布された海祖霊友でした。先ほど2つの大駒壇に点火されましたが、この炎は海祖桐山聖友大僧侶が1970年に成就された密教最高の秘宝念力の誉より連綿と受け継がれた人類救済のご聖火でございます。この人類救済のご聖火をもって歌き上げされるアゴンの星祭りは、世界平和、国土安穏、家庭安穏、地震安全を懸念するとともに、今年も来月11日に丸9年を迎える東日本大震災の犠牲者供養と被災地の復興を記念して炊き上げしています。祭壇に向かって右側の護摩壇を仏壇壇と呼び、先祖を供養して影の助けをいただく玄徳供養壇、左側を新階段と呼び、神々のお力によって皆様の願いを叶える願望成就壇です。このようにアゴンの星祭りは三木の護摩壇と神仏了解の秘宝によって報酬される神仏了解大祭祷護摩壇です。祭壇の上に掲げられた高さ6メートル、幅10メートルの巨大な曼荼羅は、アゴンの星祭りのために、ブータン王国において、特別に制作されたもの。